はい、月です。システムベンチマークアプリアンツツベンチマークの Android バージョンが1月30日現在 7.0.4 になっていて、いわゆるメジャーアップデート、これまでのバージョン6シリーズからバージョン7にアップデートされていますので、本日は現在手元にある Android 端末6端末、エブリフォン EN、ゼンフォン3 MAX、ブラックベリーキー1ブラックエディション、ギャラクシー S8、ファーウェイ Mate 10 Pro、ギャラクシーノート8、この6端末で再計測してみたいと思います。前のバージョンに比べて全体的にスコアがアップしているようです。UI も変わっていて、私はブラックベリーで気がついたのですが、アプリがここに常駐するようになり、こんな感じで通知バーを呼び出すとバッテリー温度と CPU ロードを見ることができます。さらに詳細ボタンを押すことでバッテリーのパーセンテージ、状態、リアルタイム温度、温度の記録、バッテリー残量の記録、そして CPU の使用率、クロック、こういったステータスが確認できるようになりました。背景色も全体的にブルーになり、より見やすくなった印象です。この常駐を外したい、解除したい場合はこの設定ボタンからプッシュ設定、あるいは温度計をオフにすると常駐されなくなります。ベンチマークには熱が大敵と言われますので、すべての端末でカバー、外側のカバーを外してあります。そしてアプリをすべて終了させて一旦再起動かけています。また常駐アプリはなるべく外せるものは外すようにしています。それでは早速計測してみましょう。
はい、ということで結果が出ました。まあ、値段なりの結果が出たのかなというふうに思いますが、なんとメイト10プロが一番いい成績を叩き出しました。全バージョンでのスコアが174,600ということでしたので、まあ4万近いスコアアップという感じになっています。続いてギャラクシーノート8、そしてギャラクシー S8、 一番ブラックベリーが遅かったイメージなんですが、まあ、約8万ポイントということで、こちらの格安スマホも倍ぐらいになっています。そして検討したのがこちらエブリフォン EN ですね。税抜き1万円スマホなんですが、1万円でね、約36,000ポイント、全本 3MAX と同等レベルのねスコアを出しているので、個人的には格安スマホを買うんだったらこのエブリフォン EN おすすめしたいと思います。ちなみにメイト10プロとギャラクシーノート8でどこが差がついたかというと、この MEM ラムスコア、ロムスコアですね。ロムがこちらの方、メイト10プロの方がスコアがいいので8000ポイント近い差がついた感じになってます。ただこういうテストというのは何回かやって平準化しないと意味がないというふうにも思いますので、次回はギャラクシーノート8とメイト10プロの差しで対決してみたいというふうに思います。ちなみにメイト10プロのスコアを詳しく見ていくと、 CPU、 GPU、UX、 そして先ほど見たメモリーはこのような結果になっています。それ以外にデバイス検証、15の使用項目があります。タップしてデバイスを検証しましょう。バッテリー温度は39度です。ギャラクシーノート8は 31.4 度になっています。デバイス検証をタップすると純正品というふうに出ました。デバイスの仕様は公式仕様と全て一致していますということです。この6端末以外にも過去私が実機で計測した値は概要欄に記載しておきますので、よろしければご確認ください。私はスマホでゲームはしないんですが、見ていただいている方がゲームをプレイされている場合も多いと思いますので、参考になるように今年はちょっと課金をしないで済む程度にチャレンジしたいなというふうに思っています。よろしければチャンネル登録をお願いします。ということで本日はご視聴ありがとうございました。ではまた。